どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのは横浜市鶴見区の鶴見税務署前でございます。その鶴見税務署のお隣にありますのが松尾工務店の本社です。そして今回ご紹介いたしますのは、こちらの松尾工務店本社横で建設中の松尾工務店の自社分譲自社施工マンション、シェフルール横浜鶴見でございます。こちらが建築看板となります。まず今回ですね、建設地からストロングポイント、ウィークポイントですね、主な部分を共有できればと思います。今回ですね、非常に立地はいいです。この後鶴見駅、京急鶴見駅までですね、歩いていくんですけども、立地はいいんですけども、ご覧の通りで、こちら第一京浜ですね。そして鶴見駅から続きます東口のですね、中央通り、こういった形で大通りにですね、面しております。この鶴見のですね、メインロード二つにですね、面しているというところで、当然ながら音ネックはですね、結構なものになりますので、窓を開けて生活したいです、静かに暮らしたいですという方にはもちろん会ってこないです。そういう方はどうぞ二見台へというところですね。二見台は前回ですね、動画アップしておりますので、そちら概要欄に貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。今回は鶴見の中でもですね、とにかく利便性ですね、重視したいけども、さすがに駅前のあの庁舎の雑多の中はちょっとというですね、そういった方に会ってきます。便利な側に住みたいんだけど、あの駅前はちょっとーんっていう方ですね。前々からお伝えしているところではございますけども、鶴見の面白いところはですね、東側と西側でも住む方の価値観が大きく変わるってところですね。一概には言えないですけども、西側が好きっていう方はちょっとこっち側は違うと思いますし、この東側にがお好きな方は、西側ちょっと坂も多くて不便だよねっていう形なので、そこはですね、バッティングしてこないという形にはなってきます。ただ今回の動画をきっかけに、あ、鶴見いいな、でも落ち着いた鶴見がいいなという方はですね、二見台側ですね、あちらに行くとですね、非常にあの参道を通れるっていうところで、も前回も興奮しましたけども、あちらですね、非常におすすめですので、合わせて動画の方ですね、チェックしていただければ幸いでございます。今裏側に回ってきましたが、こちら側ですね、まあ、生活道路的な感じで、まあ、大通りではなくなります。そしてこちらが先ほどのですね、松尾工務店の本社のですね、裏手側という形になります。ちょっとこっちに食い込む形で建物が建つということになります。視界後部に関しては、先ほどの第一京浜側のですね、北西向きと東中央通り側のですね、北東向き、そしてですね、こちら側ですね、生活道路側の南東向きという形になるんですけども、今回、まあ、南側に本社社屋があることで、南方位がこういった眺望になってしまいます。もちろん上階に行けば抜けてくるというのは、どのですね、向きもそうなんですけども、こちらの南東向き、一般的に評価が高い向きですね、そちらを選ぼうとすると、今回空地率もですね、低いというところで、建物のセットバックもそこまでされませんので、まあ、こういった形であまり面白くない眺望になってしまうと。ただまあ生活道路ですので、よほどバンバン車が通るわけではないですし、日当たりはですね、ある程度確保できるというところ。斜め側にはなってしまうんですけども、こちらの足穂崎公園がですね、ありますので、南東向きの一番本社側の建物になってくると、こう斜め方向がですね、抜けてくるという形になります。ただ南東向きのですね、中央通り側の部屋、中住戸に関しては、こちらのマンションの壁が見えてくると。なので一番いい向きが一番眺望苦しいという形になります。まあ苦しいとじゃないですけど、他が結構開けてますので、こちらからですね、北東向きの中央通りビューなんですけど、向かいにはですね、ステキナイスの本社があるというところになります。こういった形でだいぶ利確が取れておりますので、しかもこれが変わらないっていうところですね。でこれと同じ形で、第一京浜側ですね、北西向きの方も向かいの建物までですね、しっかりと利確が取れるという形になります。こちらもですね、変わらないものですし、ちょっと斜め側ですね、松尾工務店の向かい側にはなりますけども、中央分離帯にですね、木々もあるという形になります。角住戸であればですね、この交差点部分にですね、近づきますので、斜め方向ですね、妻の窓から斜め方向を見てもだいぶ利確が取れるというところです。でどの向きも
このエリアでは背が高い建物がゆえに上の方を買うと結構抜けてきます。この特に第一京浜側の上の方を買いますと掃除地も見えてきて、掃除地の木々も見えますので、でこちら斜め方向も小杉のタワマンとか見えてきますかね。上買うと抜けてくるっていうのはどこも同じです。で下買っても真ん中ぐらい買ってもあんまり変わらないというところで、選べるうちは下か上かがいいかなっていうところです。上に対して価格払えば当然抜けてくるっていうところなので、その払った価値を見出しやすいと思うんですけど、中層階買っても抜けないので、だったら安く下買った方がいいかなっていうのが私の印象でした。なので、まあ、ウィークポイントとしては、まあうるさいですね。線路ではないですけど、まあこのエリアのもうメインの通りですので、車バンバン通りますし、バス通りにもなってますので、まあ逆に角重工のコーナー差しからこの市営バス見えるの楽しいなってのは思いますけども、窓を開けて生活したい方にはなかなか厳しいと。それゆえストロングポイントとして、この鶴見エリアでは囲まれ感がかなり薄いリーチという形になります。この鶴見エリア本当にですね、もう横にマンションとかもそういう感じになっちゃうことが多いので、これだけ前の建物まで距離があってそれが守られるっていうのはですね、結構レアです。そしてこれもまたストロングポイントでもありウィークポイントでもあるんですが、この第一京浜を渡る際にですね、歩行者自転車等が通れる部分はないです。なので地下道経由になります。もちろんこの地下道というのはですね、エレベーターも設置されていますし、自転車のスロープもありますので、バリアフリー対応にはなっているんですけども、まあ、一旦潜るのが面倒いっちゃ面倒いですよね。その代わり、まあ、この区間は雨に濡れないですし、この信号待ちもないというところで、まあここもなんかストロングポイントとウィークポイントでトレードオフかなっていうところになります。それでは駅までですね、歩いていきたいと思います。メインのエントランスホールに関しては、この東口のですね、中央通り側、ざっくりこの付近ですかね、にできる形になりますので、ここを出てすぐに地下道へ入ります。でこの地下道に入って JR 線にですね、行く場合に関しては、地下道の中でこの瑞穂銀行側に渡ってしまった方が楽です。で京急線方面行く場合はもうそのまま地下道もまっすぐ行くという形です。そしてこの地下道ですね、鶴見いちご地下道というですね、すごく可愛い産業らしいですね、名前なんですけども、いかにも鶴見らしいですね、雰囲気が漂う地下空間となっています。なので中広域検討者ですごく綺麗なブランニューな街ばかりを検討してきた方からすると、なんかいろいろとですね、気になる部分があると思います。すごく鶴見感をですね、感じるものになります。ただここはですね、歩いてる人がかなりのかなり多いです。夜遅くてもやっぱある程度人歩いてますので、まあ、ここも通るしかないという形ですので、感覚は様々ですけども、怖い感じはないと思います。まあこれは感覚は様々ですけども、怖くはないけど鶴見だねっていう、そういう感じかなと思います。それではまずですね、JR 線側に歩いていきたいと思います。今回ですね、JR 京浜東北線、そして鶴見線ですね、海芝浦も行けますけども、その鶴見駅からですね、先ほどの東口中央通りをですね、歩きまして、で、先ほどの第一京浜のところですね、越えたところの角地というところで、徒歩分数表記としましては6分になります。そして、京急線の京急鶴見駅に関してはですね、徒歩4分というところで、まあどちらもですね、もう日常使いできる距離となります。今ですね、地下道を反対側へ渡ってきました。で、グラウンドレベルとしては、駅と比べた時に少し低くなります。なので、ほんの少しなんですけど、緩やかに登ってるんですけど、それはほとんど体感としてはわからないかなっていうところです。ただ、下ってるがゆえにもう川に近づきますので、あちら側になるとやはりハザードマップ的なもので気になってくるというところです。で、そこがもう気になるけど鶴見がいいっていう方はもう繰り返しになりますが、二見台側へどうぞという形になります。そことは今作はですね、もうキャラクターが180度異なってくるというところです。利便性としてはですね、もうこちら側かなりですね便利になってきますね。
もうもちろんあの鶴見らしいあの雑多な駅前っていうところはあのもちろんなんですけど、あの子育てファミリーの日常の買い物弁としましてもめちゃくちゃ選択肢が多いというところで、 JR のですね駅ビルのですねシェル鶴見ですね、成城石井等が入っておりますけども、そちらが徒歩6分、そして第一京浜を渡らなくても買い物ができるっていうところも今作のですね便利なところでして、鶴見川近くのですね伊東洋華堂ですね、2021年にですね全部が伊東洋華堂だったものが複合施設にですねこう生まれ変わっておりますけど、洋華堂もまだテナントとして入ってますね。そちらが徒歩8分と、あとは区役所前通りのオリンピック徒歩7分ですし、第一京浜ですね歩いていくとマイバスがあって徒歩3分、あと食品の取り扱いないんですけども、オリンピックですね第一京浜沿いのもですね徒歩3分で、食品の取り扱いがあるオリンピックもですね徒歩7分ほどという形になってきます。であとは今見えてきておりますけども、鶴見駅のですね反対口側ですね、声優がありますね、二見台の方は声優使う方多いですかね。あと同じく駅反対口に業務スーパーもあって徒歩10分と、あと第一京浜ですね、先ほどのところをもうちょっと警察署方面に行くとメガドンキがあって、そこも徒歩7分になってきます。あとまあ自転車でって感じになっちゃう方多いと思いますけど、鶴見川越えた先のライフも徒歩12分ですので、まあ、かなり選択肢がありますので、もう迷っちゃうぐらい数店舗はしごするレベルかなというところです。で、まあ、そんだけ買い物施設も便利ですけども、まあ、鶴見ですので、もう京浜東北線ですね、京急線もそうですけども、川崎横浜へのアクセスが容易ですので、まあ、日常の買い物はもうこの鶴見で十分ですけども、休日ですね、まあ、この日常の買い物プラスアルファっていうところで行けばですね、川崎電車でですね、3分ですし、横浜電車で9分というところで、そちらもですね、十分楽しむことができると。さあ JR の鶴見駅に着きました。そしてあちらですね、ロイヤルタワーでございますね。相場感なんですけども、あのロイヤルタワーがですね坪単価360ぐらいで動いております。まあ、新築時も結構高かったですけどね、300弱ぐらいしましたけど、まあ2割ぐらい上がったというところです。こちらがシャルのですねフロアガイドとなっております。しっかりとしたサイズの駅ビルになってますね。それでいて通学校もですね結構近いんですね。鶴見小学校が徒歩5分で、鶴見中学校徒歩7分という形になります。朝のですねラッシュ時間帯、鶴見駅8時08分ですね、そちら始発電車で、まあ、一部なんですけど始発設定もあります。8時08分発京浜東北線ですね、乗車をしますと川崎8時12分着、品川8時27分着、東京8時41分着、そして反対方面ですね、鶴見駅8時、ちょうど発に、乗車をしますと横浜8時10分着、関内8時15分着。都内と川崎方面ですね、通勤分かれてる方も便利ですし、後ほど行きますけど京急線側ですね、あちら行くとやっぱり空港ですね行きも楽というか、まあ、車でもですねサクッと行きますけど、やっぱり首都高のですね出入り口が近いというところですね、非常にですね車での移動も便利ですね。で鉄道に関しては JR と京急を使い分けられる、だから万が一どっちかが止まっちゃった時なんかも大体案があると、大体ルートがあるというところになります。で反対口側来ました。でこちらはですね京急スターもですね入っている形になります。京急スターで行くと京急の駅の方のがですね近いですね。こちらが西友です。こちら西口側のですねバスロータリーとなります。バスロータリー駅前広場ですね、どっちもですね広いです。そしてですねこちらのですね線路沿いを歩いていくと、前回ご紹介しましたですね総持寺方面という形になります。合わせてですね動画見ていただけますと、同じですね最寄り駅なんですけども、キャラクターが違いすぎて面白いと、あの駅はどっちも賑わっておりますけどもね、その少し歩いた時に落ち着くのがですねこの二見台側になりますので、今度は反対側へ戻りましてですね京急線側の駅前ですね行ってみたいと思います。もう鶴見はこの駅降りてここからバスに乗って家帰るっていう方もですね、まあ、多い、まあこれ横浜あるある、横浜市はですねもうこういったですね生活スタイルの方も多いですけども、一回離れた住宅街も多いですので、この鶴見もですね例に漏れずここで降りてバス乗っていく方も多いので結構にぎわっておりますね、人が多いです。はい、 JR の駅東口側へ戻ってまいりました。こちら駅前のですねロータリーを挟みまして
京急仙台駅がある形になります。鶴見は住んでる人も、そしてここからバスで乗って帰る人も、そして就業人口もですね多いというところで、本当に人が多いですね。そして赤い弾丸、京急鶴見駅です。この下にも京急ストアが入っております。こちらがですね、京急鶴見駅の物件側という形になります。こちら側もですね、非常に賑やかなんですよね。なんか鶴見チックな音楽が流れておりますね。いいですね、踊っちゃいますよ。実際に家帰るときにですね、別にこういった路地的なところは入らなくていいんですけども、参考までにちょっとこの中側ですね、通っていければと思います。なんかいいですね。だから本当に鶴見って面白いですよね。今回ですね、今日少しずらしてっていうところではあるんですけども、シェフルールブランドですね、松尾工務店のマンションがですね、もう一つですね建設中です。もう一度ですね、京急の駅前通り側に戻ってまいりましたが、京急線のですね、駅前ですね、建設中なのがこちらのシェフルール鶴見ステーション1というところで、まさしく駅1分というところなんですよ。こっちはもっとわちゃわちゃというところで、シングル向け住戸のみとなります。今回ご紹介しておる物件に関してはですね、 YLDK もあるんですけども、ボリュームゾーンとしてですね、ファミリー向け非常に多いですけども、こちらはもうシングル向けのみとなっております。さすがにファミリーの方でも、ここはちょっとわちゃわちゃしすぎよ、便利なの分かるけどわちゃわちゃしすぎよというふうに、なりやすいですので、だからこそこちら側はですね、ファミリー向けマンションのですね、供給が非常に少ないんですよね。希少性がありますよね、今作は。でも程よいんですよね、距離感が。この鶴見のわちゃわちゃ感、雑多な感じから離れすぎないのに、観光庁のあるですね、非常に警察署とか税務署とか区役所とかがある落ち着いた側ですので、大通り沿いではありますけども、今度は京急鶴見駅からの帰りパターンというところですね、建設地までもう一回歩いていきたいと思います。一番分かりやすい道としては、またですね、東口の中央通り、駅前の通りですね、あちらに出てしまうという形になります。先ほど反対側ですね歩きましたけども、電線が地中化されて一気に歩きやすい道になるんですよね。だから高速降りたところの潮風大通りなんかも走ってて気持ちいいですもんね。でも地下道見えても、多分ここのですね、反対車線側を歩いていればもう建物も見えるんじゃないかなと思いますね。 JR のからの帰りの時なんかは、ちょっとあそこ道が斜めになりますので、こっちからだとまだ見えないですけども、掃除地側の開発も楽しみですけどもね。だあっちの公園なんかもですね、全然行き来はできますので、優先順位が住宅街っていう優先順位が一番上じゃなくて、利便性っていうのが上の方、ほんとこっち合いますよね。だからバランスですよね。住環境っていうのをものすごく失うわけではないですね、子育てファミリーにとって。横を見ればまだまだですね、鶴見の駅前らしさっていうのは残っておるんですけども、この地下道側はですね、もう入ってしまえばですね、我が家ですからね。ここ入っちゃえばもうほぼほぼ雨濡れないですね。その手前でセブンがあるの便利ですね。今回ですね、下駄部分がですね、店舗という形になります。で、決まっているものとしては、1階と2階が銀行ということはもう決まっているというところで、決まってるって歌えるので、契約を巻いている、その前提で作ったんだと思うんですけども、で、1階にもう一つちょっとちっちゃめの店舗区画がありまして、そこは未定という形です。なんかカフェとか、まだコンビニみたいに入ればいいですけどね。だから1階2階は銀行という形になります。で、外観デザインなんですけども、今ではものすごく珍しくなった逆張り工法というところで、めちゃくちゃ重厚感あります。銀行っぽいですよね、その上の建物も。角重工をダイレクトウィンドウにしているので、夜目立ちますよね。だからあえてあっちの JR 側歩いて、我が家のあのダイレクトウィンドウを見て帰りたいですね。これ地下道入っちゃったら見えないですからね、我が家を見てから帰りたいんで、あえて京急で帰ってきても JR 側の歩道を歩きたくなっちゃいます。この鶴見エリアではもうかなり大きいマンションになりますので、もう規模感っていうのもありますし、外観デザインがもうめちゃくちゃかっこいいというところで、さあこの地下道を出まして、ざっとこの辺でしょうか、我が家着きましたという形になります。車をですね、オリンピックのところですね、タイムズに止めてるんで、そちら歩きつつ、もう少し語って、ちょっと最後の方ですね、運転しながらですね、車で語れればと思います。日が暮れても灼熱でございます。でも灼熱なぐらいおすすめでございます。
まあ、ここまでは本当に好みが分かれますね。上、松尾さん上ついてます。今時間19時ちょっと前ですね。もう玄関部分閉めて、まあ、まだ一部社員さんはいるかもしれないけど、非常にホワイトな印象を受けますね。明かりがですね、あんまりついてないですものね。まあ、部署とかにもよるんでしょうけども、100年以上続くですね、歴史ある企業という形になります。で、面白いのが、従前は先ほどの本社、あの素敵ナイスの、あの向かいの本社があるナイスの土地だったんですね。で、それの、まあ、いわゆるなんか、こだわっての展示所とはまた違うんですけども、まあ、ちょっと体感するようなところがあって、もともとナイスが土地を持ってたんですね。でも、それを、まあ、一つ挟んでたと思うんですけど、松尾工務店が購入して建てるというところで、ナイスが、まあ、自社分譲しなかったっていうところで、まあ、その理由っていうのはもちろんわかんないんですけども、ただ、まあ、考えられることとしては、土地の売買がコロナ禍真っ只中でしたので、まあ、ナイスがまあ判断で売ったっていうことなんでしょうね。ただまあ結果としてマーケットはもう戻っては来ているので、まあ、そのナイスの判断がどうだったっていうわけではなくて、まあ、買い手からすると結構美味しいと。要はコロナ禍での仕入れでなければ値段も違ったでしょうし、かつあの立地だとマンションにはしなかったかもしれませんので、コロナ禍の産物ってあれですけども、本当にコロナ禍だからこそ生まれた名作価格かなというところです。こちらが、食品は扱ってないですけども、オリンピックですね。ホームセンターのオリンピックとなります。このオリンピックのタイムズはですね、24時間入出庫可能というのをちゃんと確認済みです。結構前になりますけども、新浦安の OK のコインパーキングで止めたら、お店やってる時間しか出せないっていうのを私が見逃してて、あのちゃんと普段結構チェックするんですけども、24時間最大料金って書いてあるので安心しちゃったんですよね。24時間最大料金はあるけども、入出庫時間はお店の営業時間っていうところで1日閉じ込められましたので、ボージャス重野さんちに止めてもらおうかと思ったんですけど、さすがに諦めてですね、終電近かったですけど電車で帰って翌朝取りに来たという思い出があります。すいません、余談にはなりますけども、もしモデルルーム行く際ですね、車で行く際はこのオリンピックのタイムズが比較的ですね近いというところになります。あと最大料金がありますので、ゆっくりと物件建設地周り見れますね。さあ、車中でですね、もう少し語らせていただければと思います。お付き合いいただければ幸いでございます。で、先ほど外観の部分までお話ですね進んだかと思うんですけども、今回まあ共用部っていうのはこれといったのはないです。もう1階の多くが店舗部分、2階に関してはまあまるっと店舗取られて、住戸は3階からというところで、まあ下の階高が高いので3階と言っても4階に近いですね。普通のマンションの4階相当ぐらいにはなるかと思うんですけども、まあ下の下駄部分ですね、非常に店舗区画が大きい分、結構エントランスアプローチなんかもですね、まあほぼないというですね、さっきの雪道からあの今の工事してるですねところも本当にそこからすぐ風除室みたいな感じで、その中入って、まあ、エントランスホールはもちろんあるんですけども、まあ、奥行きはあるんですけども、なんかラウンジがありますとかそういう感じではないです。まあ、ただ雰囲気はいいですね。あのエントランスホール通路程度の広さにはなってくるんですけども、折り上げ天井ですし、壁面も天然石でなんかちょっとホテルライクなですね、まあ、今回あのファミリーしてないマンションなので結構雰囲気いいですね。またなんか子育てファミリーしてるのがいい方だとちょっと違うってなっちゃうかもなんですけども、なんかホテルライクなマンションを好きな方だから、今回 1L2L もあるっていうので、そっちの方にもより合ってくるかなっていうところですね。で、まあ、中入って、まあ、外廊下なんですね、今回その15階に関しては。ただ外からはあんまり見えない、なんかもうほぼ屋内廊下っていう感じです。体感としては屋内廊下になるかなっていうところになってきます。で、間取りなんですけども、今回ここは本当に好みで、あ、すごくいいっていう方もいれば、いやこれじゃないっていう方で本当に分かれると思います。あのオーソドックスじゃないんですね。で、私あくまで私の個人的な価値観として、私はまあ田の字も全然別に嫌いじゃないですし、住んだことも買ったこともありますけども、まあ、好みっていうところでいくと、なんかタワーマンションとかにあるような間取りとか、あとはあの盤上でもそうですけど、ちょっとワイドスパンとか、そういうなんか普通
オーソドックスじゃないのが好きなんですね。だから私みたいな人からするとめちゃくちゃビビビと来るような間取りに出会いやすくて、逆に一般的な田の字が好きなんですっていう方からするとちょっと間取りがウィークポイントになるかもです。だからここは本当に両極端に分かれると思います。でその間取り形状で一つ和辺トイレがリビングインのがあって、あれどっか前どっかで見たんですよね。メニュープランだったんですかね、どっかで見たんですけども、リビングイントイレめった出会わないのでちょっと驚いたのは一つあるんですけども、まあそれは一個置いといて、全体的にはワイドスパンが多くて、今回その外廊下の屋内廊下風ではあるんですが、その間に吹き抜けを設けてくれてるので、共用廊下に面さない洋室なのに窓があるっていうプランも多いんですね。ここ非常にあれもコストかけてますね。だから通風取れるんですけど、その目の前は誰も通らないっていう安心感、快適ですよね。あれ非常にいいですね。でダイレクトウィンドウ部分に関しても面白くて、カウンターの立ち上がりがもう70センチぐらいあるんですね。だからかなり高い、もうほんとちょっとした収納ぐらいの高さがあって、奥行きも結構あるカウンターです。でそのカウンターはっていうのは当然逆張りなので、その部分が流れてきてる形になるんですけども、マンションによってはダイレクトウィンドウで上にその梁があったんですが、今回梁部分を下に出してるのでカウンターになるんですね。で70センチぐらいあるっていうところで、まあその上は全部窓です。なのでそこをカウンターを生かしたインテリアもできるっていうところが、私はあれすごい好みでした。今回そのタイプが別に売れ線になりますってわけではないとは思うんですけども、私個人的には A タイプがもうビビビときました。リビングからバルコニー出れないとか、リビングのカウンターがめちゃくちゃ大きいとかいうのはあるんで、もう普通の間取りじゃないんですけど、あんなの逆にめったに出会わないので、あのカウンターに N ゲージ走らせたいなとか、あのカウンターにぬいぐるみ飾りたいな、フィギュア飾りたいなとか、まあ、テレビとかですね置いてもいいと思いますし、非常にですねカウンターを生かしたインテリアを想像するとめちゃくちゃテンション上がるっていうところです。あれは本当にカウンター生かせる方は A タイプ狙い目だと思います。壺単価も、まあ、癖があるのと向きが南じゃないっていうのもあって弱気になってますので、だからまあもちろんエリアから南方位の方が受け良いので、その価格設定自体に違和感はないんですけど、南方位にこだわらない方ほど結構今回ごちそうさまですっていうなるような価格設定になってると。で平均の壺単価350万円です。安っ。いやびっくりですね。私まあ、大手ブランドではない、もちろん歴史ある会社さんではありますけど、一般論としてプラウドとかザ・パークハウスとかそういうブランドとしてはまあ弱いっていうのは、まあこれは致し方ないところで、それもあるので、まあとはいえ400タッチしてもおかしくないからと、まあ、何にせ今回立地がいいので、スペックとかさておいても立地がいいので、スペックも高いんですけど、それを知る前もまあ400近くいくかなと、まあ、少なくとも大手ブランドだったら400超えてくるだろうなみたいな感覚だったんで、400前後かなって思ったら、これ350ですよ。中古と同じじゃないかという、ちょっと一般的に新築マンションっていうのは周辺の中古マンションより安いっていうことは基本的にないです。今販売中でいくと晴海フラッグ、スカイリオ、あと幕張ベイパーク、ライズゲートタワー、これぐらいじゃないですかね。周辺の中古、類似中古より安いです、新築なのにっていうのはその2物件ぐらいしか今ないと思います。で今回も周辺の中古よりすごく安いってことではないんですけど、同じってだけで奇跡なので、中古と同じで新築住めるってすごいなというところで、もうだから本当に坪単で言ったら50とか、だから一般的な広さでいけばもう1000万ぐらい安く感じました。でそれに対して今回設備仕様がめちゃくちゃ高いっていうところで、まあ、先ほどの逆張りの部分だってコストかけてます。もちろん逆張りなので窓先の足元がコンクリートになっちゃうとか、バルコニーの奥行きの有効面積的なのも少なくなっちゃうんですけど、
客張りがゆえにこうプライベート感高いですし、後ほどお伝えしますがスペシャルな配送地なので、あの立地には向いてると思います。別にバルコニーライフめちゃくちゃ楽しみたいという方がそんなに検討するようなマンション立地ではないと思うので、あの立地には合ってると思いますね。特に下が銀行なので、なんか入る銀行も重厚感下あります、その上の建物も重厚感あるというところで、見た目の部分のスペックも高いですけども、室内の設備仕様もすごく良くて、ディスポーザーついてますと。で、私も最初に物件のホームページ見たとき、その時あのクオリティ出てなかったんですけども、ディスポーザーないさそうかなと思ったんですね。で、それは個数じゃなくて、あの空地がないので、今回もう重い面積結構いっぱいいっぱいに建物建つので、処理層難しそうだなと。いうディスポーザーをつけるって処理層が当然必要なので、処理層どこに逃がすんだろうな、難しそうかな、ディスポーザーないかなと思ったらあったんですね。で、地下にちゃんと処理層作ってくれてめちゃくちゃコストかけてるなというところで、ディスポーザーあったのもあのスペシャルでサプライズでしたし、で食洗機はもちろんありますし、キッチン天板は、フィオレストーンでしたと。で、手洗いカウンターとタンクレストイレもありますと。で、浴室ももちろんダウンライトで、あとは引き戸とかも上吊りですし、ソフトクローズなんかもあのその引き戸とかあの収納含めてついているというところと、あと構造はあの直接基礎になっていて、20床から20天井っていうのはもちろんなんですけども、まあ、基本天井高は、まあ、普通かやや低いかの2480で、上の方になると2430だから、基本天井高自体は、まあ、あの普通か普通よりちょっと低いか、一般的なマンションですね、これはまあ感覚、私の感覚ですけども、2400の場合は天井高低い、2500が普通、2600は高いみたいな、2700スペシャルみたいな、そんな感覚なんですけども、だから2480なので、まあ普通かちょっとやや低なんですが、察し高がやばいんですよ。察し高、来ました。2350でございます。すごいですね。ちょっとあのちゃんと測ってないです、ちゃんと測ってないですけど、2350ぐらいだと思います。2300はあります、少なくとも。ちょっとごめんなさい、あの若干ズレはあるかもです。あの測ってモデルルームで測っていただければと思うんですけど、まあ、2300はあると思います。ちょっと私の目の感覚だと2350かなってとこでしたけども、非常にですね高いです。だからプラウドシティ日吉とかに近いですかね、感覚としては。感覚ですけども、まあ、プラウドシティも基本点はですねもうちょい低かったですけど、あそのサッシはフルでしたので、今回あのフル完全上までじゃないんですけど、ほぼ上までみたいな、感じになっていると。で、まあ、それもスペシャルなんですけど、絶地基準ですね、満たしてます。で、絶地基準満たしてますっていう歌うマンションは当然増えています、時代的に。でも今回は絶地基準満たしましたよだけじゃないんですね。まあ床暖房もリビングと主寝室想定の洋室にも床暖房あります。リビングと寝室想定の床暖房プラスリビングに壁掛けエアコンもある。だから絶地満たしました、でも床暖ないですとか、そういうのもなんかあるじゃないですか。おいおいと、絶地基準満たして床暖ないなら、絶地基準満たしてなくていいから床暖つけてよっていうようなのも増えてというか、まあ、あるんですけども、それ絶地より床暖の方が良くないかという、まあいう感じで私はなっちゃうんですけども、あのちゃんと絶地基準満たしました、プラスそれに対してちゃんと床暖も2つあって、リビングに壁掛けエアコンもあるっていうところで、でまあ音対策も兼ねてっていうのはもちろんありますけども、一部重工は二重サッシになっているというところになります。で、あとは駐車場とかも、まあ、駐輪場とか乗り物関係も結構しっかりとしておりまして、駐車場に関してはですね、あの作業するのは屋内になります。で、タワーパーキングのような出入りです。あのパレットは地下なのでタワーパーキングではないんですけども、あのイメージとしてという形になるんですけども、前で入れます、で自動反転して出てきますっていうところです。だからターンテーブルの利用とかはあの必要ないです。前に入れて出るときはちゃんと反転して戻って前出しできるとい
というところで、だから店舗区画の方はターンテーブルがあるのでそっちじゃないかと思っちゃう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そっちじゃないです。ターンテーブルがある方ですね、あの方はあれは店舗用になりますので、マンションの方はですね、ターンテーブル利用なしの便利なものになっているというところです。で、設置率はまあ4割ぐらいで2万5000ぐらいかなというところで、サイズ感も結構立派でした。ハイルーフで全幅で全長持ってるところで、だからロングセダンとかもですね、 LS とかそういうのも入りますし、まあ、ロングセダンだけじゃなくて背が高い車もある程度のものは入りますね。重量も、2600までですので、で、あと駐輪場もあのウォークスルーの専用エレベーターがあって地下1階に行くと、で1階からそのまま15階のエレベーター乗れますので、もうそのまま行けますので、まあ、なんかタワマンによくあるような駐輪場ですね。で、ランニングコストも、まあ、共用部がない、これといってないのでちょっと高くは感じちゃうかもですけど、240ぐらいでした、平米単価で。なので、まあ、ちょっと重たく感じますかね、走行数の割に。ただディスポーザーありますし、エレベーターもちゃんと2基あります。なので、まあ今の時代として考えれば割高っていうことではないかなというところになってきます。さあ、総評をですね、行かせていただければと思うんですけど、まあ、今回あのタイトルの通りでもうおすすめでございます。あのもちろんあの鶴見が好きかどうか、まあ、これは別に鶴見に限らずですね、どこでもそうですけど、マンションで選ぶっていうのはこれはちょっと話が変わってきますので、あのまあ入り口がマンションなのは別にいいんですけど、新築でちょっと気になるのがあったから見てみる、でマンションが気に入ったから買うじゃなくて街も気に入ったから買う、これはあの当然の流れの中で、今回もマンションとしておすすめですし、立地も非常に鶴見の中では希少性があっていいっていうところですけど、まあもちろん鶴見のですね、この街のキャラクターが好きかどうか、それが好きじゃないのにマンションがいいからそれでも買いましょうっていうおすすめでないのは、これは どのおすすめ物件もそうなんですけども、もう鶴見という街が気に入って今マンション探してますっていう方はもうゴーゴーゴーというところで、もう正直驚きました、もうびっくりしました、今回嘘でしょうというところです。だからあのまず立地がいいんですよね、シンプルに。あのもちろん不動産立地大事ですので、まずシンプルに立地がいいと、あの辺りはもうコンパクト系の賃貸分譲マンションってのは多いですけど、ファミリー向けってのは非常に少ないですし、まあ、やっぱりコロナ禍の土地仕入れだからこそ実現したのかなっていう、本当鶴見のメイン通りですからね、行政の中心でもありますので、あのメイン通りの角地に分譲マンション、しかもファミリー向けてやってくれますかという、この単価が高い時代にマジっすかと。だから今は単価が高いしないと事業として成り立たないので、ファミリータイプにしたいけどシングル向けになっちゃうみたいなのもありますけども、今回ファミリー向けもしっかりとありますので、で立地がいいだけじゃなくて商品力も高いわけですよね、逆張り工法、まあ、もちろん逆張りは好みはありますけど、やっぱりコストかかった重厚感ある建物ですし、その空地率がめっちゃ低いんですけども、そんな中で地下2階まで掘って駐車場のパレット作って駐輪場作ってディスポーザーの処理層を設けてってコストかけてくれて、でしかも今回松尾さんが倉庫数の1のうちの一部を持つんですね。でそれの使い方はまあ普通に考えれば賃貸運用とか、あとはまあ場合によっては社宅とかいう感じになると、まあ、あの隣すぎてどうなのっていう感じありますけど、まあ、社宅としての可能性ももちろんなきにしもあらず、まあ、松尾さんが持つんですけど、持ってくれるがゆえに駐車場のメンテ代とかの多くを松尾さんが負担してくれるんです。自分の持ち分だけじゃなくて全体的に結構、まあ、下の下駄履きもあるっていうのもありますけど、もちろん今回所有権マンションなんですけども、結構松尾さんがですね、そのメンテとかも気を使ってくれてるので、まあ、もちろん全部が全部松尾さんがやってくれません。もちろんあの分譲マンションなので自分の持ち分があって、それに対しての修繕金っていうのはこれは当然かかってくるんですけども、全体的な部分はちゃんと松尾さんがハンドリングしてくれて、価格も抑えて松尾さんも負担してくれるというところなので、その辺の安心感もそうです。だからコストかけた建物だから、コストは維持費もかかるんですけど、それに対してもまあ安心感あるというところで、さらに室内スペックも高いですね。ディスポーザーだけじゃないですし、サッシとか
お金で買えられない部分すごいですね。あの室内はまあある程度のことはまあお金で買えられはしますけど、ディスポーザー冊子っていうのはできませんので、ここはやっぱりすごいなっていうところです。なのでまあもちろんそのハザードリスクとか、まあ、間取りの好みが分かれるとかそういうところはありますけども、まあ誰にとっても100点のマンションなんてのはあるはずがないので、気に入って購入した方が100点超えるかがマンション大事ですので、それでいくと今回はもう気に入って購入したオーナーの方の TMD 坪単価満足度ですね、これも100点間違い大きく超えるだろうな、というかこの価格でこんな満足度高くていいんですかっていう感じですよね。いやだから本当に今回ですね、中古池検討者の視聴者様にもぜひチェックしていただきたいです。だから、まあ、本当に100年続く会社さんの本社横にできる名作ってところで、沿線上のブランド新築マンションよりも私は明らかに買いだと思いますね。これいいですよ、まあ、もちろんもうブランドマンションも誰もが分かるブランドマンション住みたいんだっていう方は別ですけども、これ本当に大手ブランドで同じ商品があの立地にあったら絶対つぼ予約しますので、いやー素晴らしいです。本当におすすめです。もう嬉しいですね。私もすいません長々となってしまい申し訳ございません。今回ですねこの語った内容も文字起こししつつ、あのちゃんともう少しこう整理をしてですね、記事の方もですね公開をいたしますので、そちらを概要欄の方に URL 貼り付けておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。で総戸数も、まあ、あのエリアではあるものの、まあ、ものすごい大規模マンションっていうわけではないので、予約枠とかもそこまでこうなくって、なかなか予約も多分埋まりやすいと思うんですね。で気づいてる方はもう特に気づいて見てると思うんですよ。なかなか第一期間に合わないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、今回販売方法あくまで予定なんですけども、非常に良心的で細切れでやってく予定とのことでした。もちろん変わっちゃったらごめんなさいなんですが、あくまで私が訪問した時の営業さんの話では、例えば第一期2時3時4時という感じで、例えば第1期1時で外れちゃった方に対しての救済として1期2時とか、第1期間に合わなかった方への販売として、第1期2時3時とか、そういう感じで欲しい人が少しでも溜まってきたら細切れするで販売してくれるタイプなので、まあ、要は要望書出た部屋からどんどん出しますよっていう先着順ではないにして、まあ、一応先着順になるかもですけども、その申し込み入んなかったところが要望書入ったけど結局その人が申し込まなかったとか、そういうのは先着順になるかもですけど、とにかく細切れなのでなんか先着順に近い売り方なので、結構いつ行ってもすぐ決断できれば買えます。要は訪問が10月になっちゃったから次の販売1月ですとか、そういう世界ではなくて、10月に訪問したらもう10月要望書出したらすぐ出してくれますよみたいな、そういう、販売方法にですねなる予定とのことですので、とにかく早めに予約をして、訪問して気に入ったらすぐ要望書出してその部屋を出してもらって、なるべくもう早く販売してくださいって言って細切れで出してもらって申し込むという形ができるので、逆に販売スピードっていうのは早くなっちゃうけども、向こうがそこで貯めて貯めて貯めてハンドリングしていかないので、欲しい人がいた分出していくスタイルだと比較的その売れ行き、特にいい部屋からどんどんこう売れていっちゃう、いい部屋を残すスタイルではないので、なんですけど早く行けば逆に手を挙げれば大抽選会ならず買えるっていうのもありますので、一回外れてもまたすぐに次のチャンスがある予定ですので、とにかく早く、できる限り早く、平日でもいいので一回行って、でもうその場で要望書出して部屋が出るったタイミングでも正式にこう申し込むという形を取ることをお勧めいたします。全部が全部速完するようなもちろんマンションではないにしても、いい部屋からどん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 売れていきますので、早めの行動をですねお勧めいたします。本当におすすめでございます。本当にいいんでしょうかっていう感じでございます。これいやだからマンションいろいろ見てる方ですね驚きますよね。これすごいですよね。
本当にいいんですかっていう感じですよね。ちょっとびっくりしちゃうんですけど、なんかもうありがとうございますというところで、買うのがいいと思います。ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重な時間ですね。すいません、ちょっと口が回らなくなっちゃいましたね。熱くなって申し訳ないです。今回も貴重なお時間、本当にですね、ありがとうございます。で、この動画が参考になりましたという方ですね、ぜひお願いがございます。グッドボタンを押していただけますでしょうか。本当にやりがいにつながります。ぜひ、良かったと思ったらでもちろん結構でございますので、グッドボタン。そして、チャンネル登録がまだという方ですね、チャンネル登録の方も、ぜひ、よろしくお願いをいたします。またですね、私、マンションマニアにですね、個別に直接相談をできます。個別相談会というものもですね、開催しております。で、そちら新築、中古問わずですね、もちろんアドバイスできますので、私は直接ですね、ご対応させていただきますので、エリア問わずですね、ぜひですね、1都3県ですね、プラス茨城県などなどですね、首都圏エリアですね、ぜひ、新築、中古問わずご相談いただければと思います。もちろん売却の方のですね、サポートサービスというのもございますので、そちらも南浦和店もオープンしましたので、埼玉方面の方もですね、ぜひですね、ご検討いただければと思います。それでは改めて失礼をいたします。ご視聴ありがとうございました。おすすめです。松尾さん、ありがとうございます。